まあ、いわゆるエフラン大学、外資系の企業で勤務する予定となっております。僕が実際にやってきた対策っていうのをお話ししていきたいと思うんですけど、今考えるとね、それも荒いんですよね、解像度がね。実際大学院に入ってどう改善したかと言いますと、これ内定もらったのついこの前なんですよ。これね、やるしかありません。最後まで成し遂げたことないやと、見つけてください。それは何かあるはずなんですよ。あ、どうも、旬ダイアリーをご覧の皆さん、こんにちは。戸川聖也です。旬ダイアリーさんの動画では、まあ、私の記憶ではこれが3回目の出演ということになります。まあ、ですけど、まあ、もちろんね私のこと知らない方もいると思うんで、まあ、まずは軽く自己紹介からしていきたいと思います。私はですね、2021年の3月に、まあ、いわゆるエフラン大学、まあ、ボーダーフリーの大学を卒業しました。で、まあ、その時に就職活動もしててですね、まあ、その学部時代は一応4社から内定もらって、そのうちの3社が上場企業という形でしたね。まあ、だったんですけれども、まあ、内定をいただいた会社には断りを入れてですね、2021年の9月からですね、イギリスの、バーミンガム大学大学院に進学しました。まあ、1年経って、2022年の9月に終了いたしまして、先月2022年の12月に、まあ、修士号を取りましたと。はい。そしてですね、今年の2023年の4月から、都内の、外資系の企業で勤務する予定となっております。まあ、でですね、今回の趣旨というか、過去2回は同じエフラン大生にアドバイスしたりとか、実際にこう模擬面接を受けるみたいな感じだったんですけど、今回はですね、なんと悩める就活生に喝を入れると、アドバイスをしてくれと、しゅんさんに、まあ、そうしてくれと言われたならね、もうそうするしかないよねっていうことでね。はい。ということで、今回はアドバイスをしていきたいと思います。皆さん、はい、ぜひね、参考にしてください。まあ、まずね、就職活動において、まあ、意識してきたことっていうのをね、軽くお話ししたいと思うんですけれども、就職活動で大事なのは、まあ、やっぱり2つあって、その長期対策と短期対策、まあ、この2つっていうのがね、まあ、やはり大事なんじゃないかなと思います。おそらく皆さんがイメージする就職活動、例えば業界研究とかね、企業研究、もしくは面接対策とかね、ウェブテスト、まあ、SPI とかの対策、これはですね、短期対策なんですね。まあ、その要するに短期間で、まあ、対策をして、まあ、いい結果を出す、まあ、これも非常に大事なことですし、これは非常に不可欠なんですけれども、ただまあ本質はやっぱり私は大学生活の集大成を、まあ、出すっていうのが、まあ、就職活動で大事だと思っていて、これが、まあ、いわゆる長期対策となっております。でですね、その長期対策というのは、まあ、何かと言いますとですね、就職活動が3年の時から始まるとしてですね、その大学3年間で自分が一体何をやってきたのか、どういう、まあ、思想だとか意思を持って活動してきたっていうのが長期対策になります。まあ、分かりやすく言うとですね、まあ、僕の例を出しますと、僕はもうずっと大学1年生から、まあ、大学院修士までもうずっと私勉強してたんで、まあ、そういうことが大学生活の成果ということになります。で、その自分の成果と自分がやりたいこと、そしてじゃあその企業が何をやってるか、でその企業の社会的理念は何かとか、産業社会にどう貢献してるかっていうのをこう照らし合わせて、それを例えば志望動機にしたりとか自己 PR にするっていうのが就職活動の主なウェイトを占めるところなのかなというふうに思っております。まあ、これが一応私が、まあ、ざっくり意識してきたことになりますね。で、次なんですけど、じゃあ実際にその具体的に就職活動の軸っていうのをお話ししていきたいと思います。まあ、大きく分けて3点あるんですけれども、そういう環境を私はね、就職活動の軸に、しておりました。はい。で、ここからはですね、実際に就職活動に臨むにあたって、僕が実際にやってきた対策っていうのをお話ししていきたいと思うんですけど、これね、私2回やってるんですよ、就職活動。そのエフラン大学にいた時と、そのバーミンガム大学大学院にいた時で、まあ2回やってるんですけどね、まあ大まかな部分はあんまり変わってないんですけど、でも結構ね、まあ、その学部の時のちょっと就職活動を振り返ると、大学3年の冬から始めました。はい。まあ一般的に普通に企業研究、業界研究して、まあウェブ対策受けて、まあ、面接を受けていって、だから大学4年の4月とか5月くらいには内定3、4社もらってましたね、もうね。大学に入学した時、センター試験の英語が200点中20点だったんですね。で、うちのその学部は英語系、国際系だったんで、大学1年生の時にみんなで5、6人で英検2級受けようぜって言って、僕だけ一次試験で落ちたっていう。だったんですけど、大学3年生の時に英検1級 TOEIC 900取ったんですよ。で、そのエピソードをもとに未経験のこととかね、自分がやったことないこと、もしくは苦手なことでも、努力して粘り強く結果を出す自信がありますみたいなことを学部の時の就職活動ではしてたんですけど、
だから今考えるとね、それも荒いんですよね、解像度がね。ポテンシャルをアピールするのはまあ結構なんですけど、具体的な業務とは何ら関係のない話なんで。じゃあ実際大学院に入ってどう改善したかと言いますと、これ、ね、よりその実際の業務を見据えて、まあいろいろ話していきましたね。例えばいくらその AI 専攻だっつったって限られてるんですよね、 できることは。なのでもうそれは正直に言う、私は今こういうことを勉強 してるのでここまではできますと。でもおそらく御社の業務の中のこういうところはまだできないです、でもその3年後には私はここまでのパフォーマンスを出すことができると思いますというふうに、こう具体的に本当に解像度を高くして具体的に述べるということをですね、大学院の就職活動では意識しましたね。まあ、やっぱりね、新卒採用なんで即戦力っていうのはまあ別に求めてないんですよね、企業はね。だからもうできないことはできないってはっきり言う。なんだけど大事なのは、じゃあどの期間でどれぐらい自分をこう上げることができるかっていうのを把握しておく、それがやっぱりね、大学院の就職活動では非常に意識してきたことであります。まあ今私がね専攻してきた AI のことでビジョンだとかプランの話をしたんですけど、まあ大多数の人はね、もしかしたらそうじゃないかもしれないじゃないですか。例えば文系の人とかね、まあ例えば総合商社のところに入りたいとかコンサルで、こういうやっぱビジネスモデルっていろんなことをやるんで、自分がじゃあ具体的にどういう業務をやるかっていうのがイメージしづらいと思うんですけど、まあ僕の感覚で言うと、イメージしづらくてもイメージしましょうということですね。とか面接官の人も実際その人がどの分野に配属されるかとかって把握してないんですよ。把握しないけど、でもどこに配属されてもある程度その結果を出してほしいなって多分思ってるはずなんで、まあある程度だからそのそういう大きなビジネスモデルになってくると、多分自分がやりたいことを軸にプランを立てていた方がいいと思います。まあそれは実際自分がやりたいことができるかどうかわからないですけど、まあ一応ね、自分がこういうことをやりたい、そういうことをやると仮定してプランを立てていく。3年後にはこういったスキルとかこういう知見を得ていますので、こういうことができるようになっていますと。実際にその面接で意識してたことは、基本的に嘘はつかないんですよ。嘘をつかないっていうのも、何でもかんでも喋れたわけじゃないですよ。さっき言った自分がやりたいこととか、自分が人生で何を意識してるかで、そういったことってやっぱり冒頭で話した長期対策の中でやっぱり自分の哲学的なものが見えてくるんで、じゃあその実際その業務において何が成し遂げられるかとか、そういうところを照らし合わせて、そういった作業をまあしておりましたね。でまあその私の場合は専門職で応募したんで、まあ具体的に言いますと AI 系 AI エンジニアとかデータサイエンティストとかね、まあ、データアナリストとかそういったところに応募してたんで、まあ皆さんね、これもしかしたら、あ、やっぱじゃあその理系じゃないといいとこに行けないんだとか思ってるかもしれないんですけど、意外とね、私評価されたのが、結構その外資系ってオファーレターとか、まあもしくは内定っていうのをねもらうときに、結構ね、あなたはこういうところが素晴らしかったので採用しますみたいなのを書いてくれるとこ多いんですよ。でそう、面白かったのが、私はねやっぱりその大学院で AI をやってたから、そこを評価してくれると思ったら、そこは全く評価されずに、コミュニケーション能力が君はすごいんで素晴らしいので採用しますみたいな、やっぱコミュニケーション能力なんだなみたいなとか、あとは将来のなんとかビジョンだとか、もしくは非常にこう論理的に考える能力が優れていたのでオファー出したいと思いますみたいなことがですね、結構採用理由で書かれていて、それってでも専門職以外でも通用するじゃないですか。だからそこってどの業界でも、まあ、ある程度共通するところかなというふうに思ってるのでね、まあ、コミュニケーション能力っていうのは大事なのかなと。でこれコミュニケーション能力っていうのが皆さん何か分かりますか？簡単に言いますと、今ね実際に就職活動を行っている、もしくは行う前の皆さんにね、まあ、メッセージをね送りたいと思うんですけど、まあ、私こんな偉そうなことを言ってきましたけど、実はですね、私ね運よくこの第一志望というかね、本当に自分が希望した会社に内定いただくことができたんですけど、これ内定もらったの私ついこの前なんですよ。イギリスの大学院をコースを終わって日本に帰ってきてから内定もらったんですよね。なのでこれねやるしかありません。もう最後まで諦めてはダメです、皆さん。まあそれ結果出ないかもしれないけど、そのこと言ってる暇はありません。ここでやらなかったら人生大きく変わりますよ。そのね、新卒一発目の一番最初の会社ってやっぱすごく大事ですよ。正直ね辛いです、就職活動。私もね本当に辛かったです。でもねやるしかありません。もうここまで来たらやってください。でさっき言った、私が言ったね、その長期対策、もしかしたらない人もいるかもしれません。まあ要するに正直ね、大学 1,2 年の時は遊んじゃってたとか、サークルとかバイトばっかりで成し遂げたことないやと。見つけてください。それはだって何もしなかったわけじゃないでしょ。ずっとこうやってさ椅子に座ってぼーっとしてたわけではないと思うんで、何かあるはずなんですよ。
だって遊びでもいいんですよ。だって私は勉強遊びだと思ってるんで、勉強することって私にとって遊びなんで、じゃあその遊びの中でなんで遊んでたんですかっていう話ですよね。楽しかったんでしょ。楽しかったってことは何かその自分の中でモチベーションがあったってことなんで、そっから見つけてください、何かその長期対策的なねビジョンというかね。はい。なので後悔してる暇は残念ながらありません。何か絞り出して最後まで諦めずにもうやるしかない。はい。ということでね、ぜひね、まあ皆さんの就職活動がねより良い結果につながることを期待しております。まあ私 Twitter もやってるんで、そちらフォローしてなんか DM くださいよ、もしなんか相談があれば。返すかどうか分からないけど。ということでね、今回の動画はね以上になります。皆さんぜひ就職活動頑張って、緑のある大学生活をお過ごしください。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。